さあ、では始まりました、バチェチャンネル。さあ、今回はですね、皆様にお願いがありまして、この動画を撮っております。昨日、4月16日にですね、クラウドファンディングの申請が通りまして、クラウドファンディングを始めることになりました。ありがとうございます。もうね、昨日の段階で知っていただいた方もいると思うんですが、YouTube で無料授業を届けたいという形で、クラウドファンディングのページがスタートしました。もう早速ですね、今の段階で5人の方に申し込んでいただいておりまして、ありがとうございます。11,500 円ですね、集まっております。ありがとうございます。で、この費用は僕の今やってる授業チャンネルの編集費用に当てたいと思います。まあ自分の動画の、ね、編集は自分でできるんですけども、やはり他教科の皆さんはできないということなので、彼らの編集に当てたいと思っております。で、一教科は取り始めていますので、この調子、まあ第0校っていうのをまあテスト的な感じで取ったんですけども、来週から本格的に取ります。すごい数の工数になりますので、まあその編集費すごくかかるんですね。なんでそちらの支援の方をお願いしたいと思います。まあ、すっごい授業なんですよ。もう第ゼロ校ですけど、もう本当に涙がねこうずっと出そうな状態で見てたんですけど、僕自身ぜひお願いします。で、僕以外に3人の講師決まっておりますので、皆さんに届けたい、全員4大予備校出身ですので、全員4大予備校のどこかの方ですので、お楽しみにしていてください。そしてうまくいけばまた別の大物を呼ぶことができるという形になるので、成功しなきゃいけないんですよ、どうしても。でも知ってると思いますが、広告収入だけではやっていくことはまあまず無理なので、まあ皆様のお力を借りたいっていう形になります。 YouTube のねメンバーシップもあるじゃないかと思われる方もいると思うんですが、メンバーシップってですね、まあ今やってみて分かったんですけど、ものすごくパーセンテージ持ってかれてしまいますので、30何パーセントでしたっけ。で、さらに iPhone からの場合だともっと持ってかれてしまうということで、スパチャ、まあ投げ銭とかもあるんですけど、それだけでは厳しいってことがよく分かったので、クラウドファンディングであればまあ 10% ぐらいなので、それでやっていきたいと思います。まあ1本に関しての編集費っていうのが、まあ編集マンのテストが今5人ぐらいやってる状況なので、その中から、そして先生によってもこの人にやってほしいとか、この業者にやってほしいっていう希望があるので、まあそちらを考えると、まあだいたいサムネイルと合わせて9000円ぐらいかかるんじゃないかなと言われています、1本に対してですね。まあもっと安い編集マンでもいいっていう方がいたらそれでもいいんですけども、まあちょっと一旦テストしてみないと僕もわからないんですけど、なんでまあ9000円かかるとなると、月に10本出すとなると、まあ9万円ぐらいはかかってしまうということなので、まあ、10万円の月目標額にしています。で、10% 引いて9万円になるっていう形です。まあ、支援金がね、どんどん増えていけば、先生もさらに集められるという形で、多くの教科の授業を提供することができると思います。まあ、最終的にね、こうなればいいかなって思うのは、まあ、7人の先生がこう、週7日並ぶとかっていうのができたらいいなと今は思ってます。もうすでにね、本当にいろいろな企業の方からも助けていただいてまして、スタジオは早稲田法泉寺ですね、早稲田大学の横のお寺を無料で貸し出ししていただいておりますし、まあ、早稲田合格塾ですね、まあ、このチャンネルのスポンサーでもありますけども、の平さんが撮影スタッフとしてやってくれますし、様々な備品とかも平さんが購入してくれてますので、照明だったりとかケーブルだったりとかですね。で、さらにはお寺と講師たちのねスケジュール管理とかっていうのも全部やってくれてます。スイッチャーとか記録する機械とかはですね、ブラックマジックデザインさんにお世話になっております。こちらも無料でお貸しいただいております。さらにはですね、僕の授業で使っているソフトがですね、ペンプラスっていうやつなんですけども、あれも株式会社プラスソフトさんからですね、無料で提供いただいております。こういった形でいろんな方に今もね支えられて行っております。まああと様々な企業さん、もしお話しいただければ、黒板のですね下とか横に企業名を出すスペースとかありますので、企業案件等もお待ちしております。とにかく先生たちにきちんと支払いが行くように、先生たちも視聴者もスポンサーたちもみんなウィンウィンウィンになるようにですね、やっていきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。特典としましては、500円が、YouTube のですね、その授業チャンネルの概要欄にスポンサーのですね、お名前、ハンドルネームが載るという形です。そして、1000円からはですね、授業チャンネルの動画のエンディングにもお名前を出させていただきます。そして、月3000円の方は、まあ今ちょっとね、コロナ禍でライブ授業などができないんですけども、オフラインイベントの方ですね、行われる場合、まあ、早稲田法泉寺ってスペースありますので、机も椅子もいっぱいありますので、そういったオフラインイベントなども行うことができます。そちらに招待させていただく。
さらには6000円の方はですね、勉強お悩みナイトっていう生配信やっておりますんで、まあそこで通話による学習相談なども行いますという形です。まああまり特典に期待するというよりは、これを支持したいという方ですね、にお願いしたいという感じです。まあ、僕自身は本当にずっとこの教育格差なくすっていうためにやってきてますので、やっぱり恵まれた立場にある人が、なんとか恵まれない人たちを救ってあげるっていう形を実現させたいなと思っております。で、このウィンウィンウィンの形にならないと、3つがちゃんとウィンの形にならないとやっていくことできませんので、で YouTube の広告費は全て講師にちゃんと行くようにしますし、チャンネルの運営もきちんと僕が行うという形でやっていこうと思いますので、ぜひよろしくお願いします。5月のゴールデンウィークに新強化、それで6月7月とまた新たな強化を出せればいいなと今は思っております。でそこでうまくいってますよというのを見せて、また別の講師に参加していただければいいんじゃないかなと思っております。ぜひ楽しみにしていてください。はい、ぜひとも支援をよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.